では、安倍派、処罰、弾劾、会を始めます。安倍は、日本の恥部です。存分、恥を表に出しましょうね。よし、よし、げ、よし、よし。よし、よし、げ、よし、よし。パンツの問題ある人、いないでしょうね。その人、ここにいます。よし、よし、げ、よし、よし。ベトナムで、変なもの、買う人、いないでしょうね。その人、ここにいます。よし、よし、げ、よし、よし。韓国のインチキ宗教を使って、日本の庶民の信者を、崖から、突き落とした者、いないでしょうね。その人、ここにいます。よし、よし、げ、よし、よし。よし、よし、げ、よし、よし。裏金問題は、秘書が勝手にやったという人、いないでしょうね。その人、ここにいます。よし、よし、げ、よし、よし。そもそも、実質会長である安倍晋三が決めてやってきたんですね。その人、ここにいます。私の口を通じて、総理大臣として嘘をついているというのであれば、正式の出入りは、それは透明化しなければならない。正式な処理をしているということ。軽いわけはないじゃないですか。私の口を通じて、総理大臣として嘘をついているというのであれば、正式の出入りは、これは透明化しなければならない。正式な処理をしているということ。